周防大島のキャンプもね、2日目になりました。1日目はですね、風がめちゃめちゃ強くて、もうね、焚き火なんかできるような状態じゃなかったんですが、2日目は快晴、なおかつ風もかなり穏やかでした。夜中に起きた時にですね、もう風がないのは分かってたんですが、さすがに夜中に焚き火をするのはなと思って朝までぐっすり寝ました。まあ二度寝ってやつですね。このキャンプで連泊するっていうのは、一番いいのはね、次の日もねチェックアウトを考えなくていいってことじゃないでしょうか。大体ですね、僕はキャンプに行くっていうと1泊2日なんですが、こういうふうにですね、連泊だとかなり時間に余裕ができるので、本当にねのんびりできるなという感じがしました。でここのキャンプ場の近くにはですね、スーパーなんかが全然ありませんので、朝ごはんの食材はですね家から用意していきました。まあ、簡単に、ね、ホットサンドを作ろうかなということで、必要なものはね食パンと、ハムと、まあ、あとはですねピザソースもあればかなり美味しいものが出来上がるんですが、今回は、ね、ちょっと贅沢にチーズを2枚使っております。で最近ですね、初めてケトルを買いました。まあ、今までケトルを持ってなかったっていうのはですね、まあ、必要があれば家から持っていくというような形をとってたので、持ってなかったんですけども、一人用のですね 600ml ぐらい入るものなのかな、それを購入しました。これはですねファイヤーメープルというところの、ケトルなんですが、まあ、必要十分な感じなのかな。特にですね、量が少ないなとか、そういったことで困ることはなかったので、これで十分じゃないかなという感じがします。この海を見ながらの朝食っていうのがですね、ほんとたまんなかったですね。朝食を食べてですね、一息ついた後は、釣りをしました。これね、キス釣りをしてるんですけども、まあ、この時期にね、2月ですよ。2月の終わりにキスなんか釣れるわけないんですけども、まあ、実際にですね、魚を釣り上げたいというよりかは、なんていうんだろうな、この、のんびりした時間をちょっと過ごしたくて、釣り竿を持ってきました。
結果としてはですね、全く釣れませんでした。もうピクリともしなかったんで、どうしようもなかったんですが、まあまあそれはそれとしてですね、1時間半ぐらいでしたけども、かなりゆっくりした時間を過ごせました。で昼間はですね、特にすることもないので、こんな感じでね、映画を見たりとかしてまた過ごしてたんですが、風もなくてですね、かなり気持ちいい感じだったので、ついついね、うとうとしてしまいました。で少しうとうとした後はですね、焚き火の準備。この日は風が穏やかだったので、これなら焚き火ができるだろうということで、焚き火の準備をしていきます。焚き火台はですね、いつものようにマーグスのラプカ、これを使います。で下はですね、砂浜ではあるんですが、焚き火シートを用意したのと、あとは風防ですね。昨日みたいにですね、また風が強くなってはいけないので、こんな感じで風防も用意しました。最近ですね、海の近くのキャンプ場っていうのは行ってなかったので、まあ久しぶりっていうのもあるんですが、やっぱりね、こういう景色を眺めながら、焚き火っていうのはね、なんかこうここだけですね、時間の流れが違う感じがして、すごく良かったです。で晩ご飯にはですね、シチューを作りました。まあ、やっぱりですね、あんまり動いてないので、そこまでお腹が空かないんですよね、2日目っていうのは。まあ、なのでですね、お酒のつまみとして、まあ、簡単な料理を作ったという感じです。まあ、田舎あるあるだと思うんですが、5時になるとですね、こういった音楽が流れます。もうね、今回の動画はですね、できれば景色を見ていただきたいなと思って、こういった形で動画作りをしてるんですけども、どうですかこの景色、めちゃめちゃいいんですよね。
朝焼けと夕焼けっていうですね、すごい限られた時間しかこの景色見れないんですが、これを見るためだけにもですね、この周防大島来る価値はあるんじゃないかなと思います。すごくのんびりした時間が流れてる感じで、2日目のね、この風がない日っていうのは本当最高でしたね。この日はですね、結構早い時間から焚き火をしてたんですが、特にね、暖房器具を使わなかったので、この焚き火がですね、かなりいい段になりました。今回の2泊3日キャンプで使ったのが、ユニジアのスペースドームという、2人用のテントなんですけども、このテントがですね、値段の割に結構優秀だなという感じがしました。色合いがですね、ちょっと海外っぽいというか、今の日本のね、流行りの色ではなかったりとかするんですが、こんな感じでね、室内はね、結構広いです。それ用のテントっていうのもですね、ずっと探してはいるんですが、ちょうどいいタイミングでですね、こういったテント手に入りましたので、これからね、ちょっとずつ使っていきたいなと思ったりしてます。で、片側にコットが入ってますが、このコットはですね、ローバージョンで使ってます。ロースタイルでもですね、下にある程度は荷物が入りますし、これだけですね、空いてるスペースがあれば、十分かなという感じがします。2人用のテントっていうことでですね、半分をコット、半分を、なんていうんだろうな、作業スペースというか、荷物置き場とかで使ってたんですけども、その荷物置き場の方にもですね、十分座るスペースがあったりとか、そのスペースでちょっと料理したりっていうこともですね、十分可能だったので、これぐらいの荷物であれば、このテントでも十分かなという感じがします。出入り口がですね、前と後ろに2箇所あるんですが、どっちかというとね、後ろ側、コットがある方から出入りする方が、座ったままですね、靴を脱いだり履いたりできたので、こっちの方がね、僕としては良かったです。昼間にですね、昼寝をしてしまったっていうのが一番大きいと思うんですが、夜中のですね、2時ぐらいに目が覚めてしまいました。2日目はですね、結構寒くなってしまったので、朝までですね、テントの中でなんとか暖を取って、少し日が昇ってからまた焚き火を始めました。夕焼けもすごく綺麗だったんですが、同じぐらいですね、朝焼けも綺麗でした。なんか景色としてはですね、同じような感じなんですが、朝の方がですね、一日の始まりという感じがして、ちょっとワクワクするところがあります。今回のキャンプもあと数時間ということで、朝ごはんは特に食べずにですね、紅茶で体を温めます。夜中から起きてたので、こうやって温かいものを飲めるっていうのがですね、天国のようでしたね。
そしていよいよ片付けの時が来ました。片付けてる間に少しトラブルがありました。はい、もしもし。はい、しまやのではない、間違ってますね、多分。3300じゃなくて3100なんで、あの番号間違ってます。3100がこの電話番号なんで、3300にかけたいんですね。そう、あのこの番号は違う電話番号にかけてます。3300にかけないとダメですよ。あの3100ってやってますよ、今。はい。はい。コントかよっていう感じでですね、おばあちゃんから2回間違い電話がありましたが、まあなんかどっかに電話かけたかったんでしょうね。ちょっとおばあちゃんなので心配なところはあるんですが、なんかねトラブルに巻き込まれてないことを祈ります。でこのテントの片付け方なんですが、底面がですね四角形になってますので片付け自体はとても簡単です。まあ、単純にね折りたためばいいだけなので、初めての人にもですねこのテントは撤収とかもしやすいんじゃないかなと思います。そしてこのテントはですね、袋にも特徴がありまして、ベルトで結ぶだけじゃなくてですね、このテントの表面をカバーするような部分もついてますし、ドローコードっていうのかな、コードでギュッと締めるような感じになってます。で、その上でさらにですね、ベルトを締めていくんですが、まあ、なかなかね、こういう感じの収納袋って見なかったりするので、結構面白いんじゃないでしょうか。で収納袋の持ち手も当然ついてますので、持ち運びもですねしやすいテントだと思います。ということで2泊3日の周防大島キャンプ、2日ともですねなんと完ソロということで、かなりね貴重な時間が過ごせたなという感じがします。こんな感じでですね景色のすごくいいキャンプ場っていうのもですねどんどん行ってみたいなと思ってますのでよろしくお願いします。それでは